2レースを勝ちました山崎智也選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう待望の待望の1着です。あ、もう5着でいいなと思ったんですけど、はい、5着でいい。ファンの皆さんも本当に喜んでると思います。あ、申し訳なかったです、はい、いやただ風もちょっと変わってました。そうですね、ちょっと追い風になってたんで、はい、はい。それではレースを振り返っていきましょう。進入は枠なりの3対3、山崎選手はインコース、もうスタートはもちろん集中してという感じですよね。ですけどね、もうとりあえず昨日終わって整備さん泣きついて、はい、キャリボディ変えてもらったのがだいぶマシだと思います。そうですか、はい、今まではじゃあもうちょっとスタートもという状態だったわけですよね。スタートして下がってくるんできつかったんですけど、今のはもうそれなりにちゃんと一緒に行ってたんで、はい、はい、じゃあこの部品の交換は正解だったわけですね。もう整備さん様々です。はい、1マーク回ってその道中というところではいかがでしたか。まあ抜かれなかったんで、はい、十分だと思います。今節は安定盤もあったり向かい風が強かったりと水面コンディションの変化もあったんですけれども、その中でじゃあちょっとモーターの足りなさっていうところがあったわけですよね。そうですね、ペラだと思っていろいろやったんですけど、もう全く変わらなかったんで、もう最後、はい、泣きついてよかったです、はい、そうすると良くなった部分というところなのか、それとも悪かったところがマシになったのか。そうですね、スタートする前から置いていかれるのがとりあえず一緒ぐらいにはなったと思います、はいはい。なんといってもオールスターということで23回目の出場、まあ、この大会は V3 のオールスター男ですもんね、まあ、この成績で何も言えないです、はい、でもファンの皆さんにはどんな思いがありますか。そうですね、もうこのままクビになるかなと思ったんですけど、とりあえずいるのが、はい、ファンの人に伝わったらよかったなと思います。はい、後半は9レース4号艇となります。それではファンの皆さんにメッセージをお願いします。最後まで一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。2レースを勝ちました山崎智也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。第2レースの払い戻しご覧のようになりました。5着でよかったわ、ちょっとさすがに、うん、まあ素晴らしいね。